教師生活25年。特上ガエルですか。初めて西洋ミツバチによる蜂球形成の開始が録画できました。もう見せちゃうのね。その前日も、小型スズメバチがひっきりなしに襲撃を繰り返していたので、ずっとビデオカメラを設置して、回していたんだけど。それ、10面埋伏の刑じゃ。逃げられてますけど。ぐぬぬ。そのすぐ10分後、群れに突っ込むより短期飛んでる蜂を襲う方が多い中。を捉えた。行け、クルメ、もう一度ジェットストリームアタックだ。逃すな、筋肉バスターだ、アシュラバスターだ。年代わかるな。シカブ、モトム、新入部員。無理するな。はい、逃げられましたー。連れてかれたー。こんな繰り返しばかりでした。ところが翌日。また小型スズメバチ。人間にとっても怖いよねー。ひゃー。一度画面から外れて、急降下。おお。捉えた。これゆっくり実況でしたっけ？逃がすな。ホールド。何匹もの姉妹たちの恨み。今、ミツバチになりきっています。かかれー。かかれー。この低い掛け声は戦後も兵士の耳から離れなかったという。エマサコンですか。自主的に蜂球に参加してくる働き蜂もいるし、今までの事例を見ても、大体巣門の入り口からは落ちて、地面のあたりで蜂球を作っているようですね。まだスズメバチの姿が見えますね。ちょっと団子の厚みが心もとないように見えるわね。逃がすな。包み込むのじゃ。よく見るとスズメバチに噛まれて、殉職した働き蜂も見える。日本ミツバチほどがっしりとスクラムになっていないようね。覚えたての技なんだ。割り引いてみてあげて。もう熱殺団子に封入したでしょうか。これで、封殺の一部始終を直接見れたのね。あ、これでジカメを録画モードにしておいておいただけで。え、直接は見てなかったの？うん、後で再生したら、へえ、撮れてたんだって。感動が薄まった気がするわ。用事もあったし、それにずっといるとかに刺されまくるのよ。それで、もう一台、録画できるデジカメを回していたのよね。その別角度からの映像です。ああ、スズメバチは2頭来ていたのか。日中スズメバチは、クモの巣に引っかかっているミツバチを横取りしていったり、巣に出入りする単独で飛んでいる蜂を襲うのが多くて、あと2段目の釣り箱の老朽箇所から、時々出ちゃう蜂を狙って。ちょっと黙って。やはり日本ミツバチと違って、集まり方が弱いようね。背後を取れ、背中に回れ。これ本当オスズメバチにはちょっと効かないかもしれないわね。ちなみにこの翌日も、一頭小型スズメバチをくるんで倒していたよ。でもやはり何頭もミツバチちゃんたちは、拉致されていっちゃうんでしょ。対策を考えてみるよ。さっきのカメラの方が見やすいわね。そうですね。一応サーモグラフィーでも見てみたんだけど、この時は40度ぐらいまでしか測れなかったね。もう蜂球開始から1時間以上経っていた時だけど。でもやはり中央部は熱くなっているのだ。すでにある報告によれば、45度ぐらいにはなるそうね。あとはスズメバチは自分で暴れてショック死するらしい。だ、誰だ西洋ミツバチは蜂球作らないって言ったのは。精神的にもダメージを受けてますね。で、この蜂球が解除される頃の動画です。ちょうど開始から2時間後ぐらいですね。この時も設置したデジカメを後で回収しています。ほとんど生では見れなかったのね。さあ、リブル勝ち時の合図を。奴らの巣はどこだ？な、何言ってるの？敵討ちとは言いたくありませんが、私は4機のモビルスーツを沈められています。やらしてください。気持ちはわかる。しかし、まず、亡くなられた姉妹たちを弔おうではないか。何この茶番。で、暗くなっていったら、この状態。皆今年には地上を去る者ばかりなのに、虚しいですな。無情感に浸ってますね。しかし、お互いがそれぞれの命を次世代に繋いでいくドラマの一シーンでもある。これが本日の敵にして犠牲者。出会え、出会え。落ち着いてリブル。針を出したままお亡くなりになられている。ねじれ羽がいないかと思って持ってきたんだけどね。いなかったのね。で、これで今回、西洋ミツバチの蜂球の一部始終を動画に収めたと。最初に蜂球を見つけてから苦節3年。特にスズメバチが現れなかった、暗黒の2年間を経て、オーバーだよ。ようやくスズメバチがミツバチたちに捕まえられるシーンを見ることができました。後から動画でね。で、さっきの蜂球の最中にも、何度かスズメバチに襲われているシーンは映っていて。ああ、もぎ取られて。ちょっと今回は駆けつけるのが、みんな遅かったようね。やっぱり蜂球の成功率は、まだスズメバチ対策としてはおぼつかないかも。では改めて、今回のシーンを振り返りつつ、お別れといたしましょう。ありがとうございました。これは冒頭のシーンですね。
スズメバチの接近に対し、やはり日本ミツバチ特有とも言われる、シマリングっぽい行動も見せるのですが、明瞭ではないですね。この時は直前の2頭のスズメバチの威圧によって、ミツバチたちも興奮状態にあったのでしょう。見事、仲間たちで作るネットによって捉えています。こういう習性は、一匹の個体がやり始めても、多分意味をなさないでしょう。八の字ダンスとかシマリングとかも、一個体がやり始めても意味を持たないでしょうね。蜜源の位置を知らせる八の字ダンスは、太陽の方向と花の間の水平角度を、水田の垂直の上を太陽方向にした、遠直方向の角度で置き換えて仲間に伝えているけど、こんな行動、どのように身につけるのでしょうね。あと足の花粉カゴや花粉団を押し出す装置も、中足の団を落とすスパイクも前足の触覚クリーナーも、一体どうやって獲得されたのでしょう。お腹からは、巣の建材である蜜蝋を分泌するし、そんなハイスペックな身体が、3週間ぐらいでできちゃうし。そんな彼女らが、集団で巣の仲間を守るために、命を懸けて、自分より強敵に立ち向かっているし、ひょっとしたら尊い習性を見せてもらっているのかもしれません。まあ、あくまでミツバチサイドの味方ですけども。少し遅りました。見ていると蜂球の内部から外に出てくるミツバチがいるので、中の人は割と交代しているように思います。蜂球とは関係ないですが、こうやって観察していると、もう飛べない弱った蜂が、指揮を悟ったかのように、自分で歩いて巣から離れていっているのを目にします。何かジーンときます。西洋ミツバチによる蜂球行動は、2000年代に地中海あたりで主に在来スズメバチに対して認められ、その後、ヨーロッパで、外来種ツマアカスズメバチに対する蜂球行動が報告され始めているようです。多分日本でも、聞き取り調査をすれば、そういえば、巣の周りで死んでいるスズメバチが増えたなぁ、といった声が聞けるかもしれません。日本の場合は、多くのスズメバチが在来で、西洋ミツバチの方が後からのお客様ですけど。で、どうも、熱殺、と歌うほど、西洋ミツバチには、スズメバチの気死温度までの過温力はなく、ただ、スズメバチが暴れて体温を上げ死んでいくようです。この行動の進化、どう考えたらよいか、興味は尽きないですね。一応3年前の考察めいた動画はありますが、もうちょっとじっくり考えてみたいですね。はい、では残り、ミツバチたちの検討シーンをお送りしながら、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。